皆さんこんにちはディアケンナビゲーターの小林まどかです七月二十日にフォレスト出版から発売された本ン健の最新刊一瞬で人生を変えるお金の秘密ハッピーマネーの出版を記念してディアケンの特別版をお送りしたいと思いますケンさんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、さてまずこの本なんですけれども 最初に6月4日にアメリカイギリスそしてオーストラリアで同時刊行されたケンさんの初めての英語での書き下ろしの本「はい、ハッピーマネー」の日本語の翻訳本ということなんですけれども、はいはい、この作家としてずっと来られて、うん、世界でデビューされてということで今はどんなお気持ちですか改めて振り返って。そうでですね、まあ、あのこれがずっと夢で いずれそういうことやりたいって思ってましたしずっと言ってきたんですけどまさかまさかその超一流の出版社であるサイモン・シュースター社から出るってことがもうすごいこう、まあ、喜びですし、えー、そしてすごく感動ですし、まあ、その夢が叶うっていうのはちょっと不思議な感じなんですけどねちょっとふわふわしたような気持ちと。 あと現実的に自分の本が本当に出来上がっているのを見て、えー、わーっていう感じですよねオフィスに来るたびにまずこのすごく想定が目立ってますよね黄色で,、はい、でその初めにケンさん私も頂い,いた時は英語版で、うん、そこから日本語版でついにできたよっていうふうに、ん、ご自身で英語版の憲本だとそして役でケンさんが訳された日本語版って見た時にやっぱり感動って大きいんじゃないですか そうですねでも面白いので英語で書いたのを改めて日本語で訳して、はい、自分で訳してね、えー、結構見てみるとやっぱり日本語の方がいいなっていう感じがあるんですよね。えー、何なんでしょうね。やっぱり英語は母国がないっていうのもあるかもしれませんけどあの日本語の方がよりダイレクトに伝わるんですよ。<ー>でも不思議なね柔らかいっていうか<ー>なんかすごいヒーリングのエネルギーは英語の方の方にあるんですよね。えー、何でしょうその。それはねなんかそう不思議ですよね。えー、なんかだかだら英語の方が 本のパワーとししてはある感じがしますすそうなんですね、はい、やっぱりそれだけ健さんの思いが乗っての世界デビューっていう最初の本だからっていうのもあるのかもしれないですよね。日本語は日本語ですごくすっきりした素敵なエネルギーだと思うんですけど<ー>全然感じが違うんですよね<ー>これがだからイギリス版オーストラリア版が出て今度そのまたアジア各国ヨーロッパ各国で出ますからね。はい その本が出たときに毎回ちょっとこう胸当ててみて感じてみようかと思ってるんですけど、えーね、またその国によってエネルギーって違ってくるかもしれないですねそうですねそれがすごい楽しみですね、はあ、はい。あのちなみにアメリカでは発売から一週間ほどで <laughs>、えー、USA TODAY のベストセラーブックの75位にランクインってこれ簡単に私今言ってますけれど、はいはい ここにまず乗ることがすごいですしそうです、ね、しかもこの75位っていうのもどれだけすごいかっていうことだと思うんですがご自身なのであれですけれども実際に海外の方からのハッピーマネーの,その反響っていうのはいかがでしたか 面白いのはいろんな口コミが始まっているということなんですよね。の、ええ、ハッピーマネーを読んだ人が口コミでいろんな人たちに広がってる広げてくださってるの,があるので、ええ、その一週目はすごくいろんなロンチングとかしてあれだったんですけど、まあ一週目からまた徐々に徐々に数字が上がっていって、ええ、それがじゃあ口コミのその結果のまた数字として出てきてるわけですね。そうですね。これがちょっと楽しみですね。でしかもすで、うん、に四十カ国以上で出版が決まっていると。 これって毎回健さんがどこの国で出版決まりましたっていうのは健、うんはい、さんそのリアルタイムでご存知なんですか、まあ、っていうかそのまずエージェントからニューヨークにあるエージェントが、はい、いろんなブックフェアに行ったりだとかいろんなつながりで<ー>こうスペインの出版社と打ち合わせしてそれを買いたいと<っ>オークションするんですよ。<ー>でイタリアとかドイツとかあとタイとか<っ>、まあ、中国は結構熾烈な競争があったんですけど二<っ>社三3社が。 へーへーそう争って<は>でそして最終的に判決を得るんですよね。そうなんですか、はい、<laughs> じゃあもう毎週のように「ここと契約決まりました」とか、はい、そういう報告が、ね、エージェントから検査のもとに、はいはい。報告というかどっちを選びますかとかねあ。じゃあやっぱり日本国内だけじゃない世界での出版っていうと、うん、またどんどんそういう,こう広がり方っていうのがダイナミックですよね、うん、そうですね。 なのでそのでそ出版日本だけでしてた時には、えー、なんかすごいこんな人数もらってよかったのかなって思う時がありましたけどそれが <laughs> 何十カ国でもらえるわけだから<ー>そう不思議な感じですよねなんか一回もうお給料もらったのにまたくれるみたいな感じ<ー>なそれがすごく不思議な感じですよね、えー、なんか同じ仕事を一回しかしてないのに今ま、えー、では一回仕事したり一回もらってたじゃないですか一回仕事したのになんか。 えまたもらえるんですかみたいなのその不思議さっていうのがありますよねうんしかもその自分が話せない国の言葉のにも翻訳されてうん、うん、その国の人に届くっていうことってそうそういう喜喜びびもあありりまますすよよねね、はいはい、ちなみにこの,あのハッピーマニーに関して <laughs> あのいろいろとアメリカでもラジオ番組とかポッドキャストも出られてっていう話もディアケンで伺ってるんですけれど、はい、あのやっぱり。 お金に関してのそのそれぞれの悩みって、うん、そんなにお国柄っていうのはないんですかね。皆さん共通してるんですか。すごい似てますね。九<ー>割ぐらいはほぼ一緒じゃないですかね。あ、そうなんですか。はい、じゃあ普遍的な皆さん悩みを世界中の人が抱えてるっていうことですよね。そうですね。でその中で。うん 自分のじゃあお財布の中に入っているお金が果たしてハッピーな笑ってるお金なのかっていうのはこの本を読んで皆さん知りたくなりますよね。そうですねどうしたらその幸せなお金が循環していくのかっていうのは知りたいんじゃないかなって思うんですけれどそれこそ今回のこの本はケンさん今まで出されてきている本はご自身のエピソードはそんなに濃く あの載せてる印象はないんですけれど、うん、ご自身の小さい時のまたあの親御さんとのお話っていうのも含めて書かれていて何かこのエピソードってありますか執筆された時にそうですねあの子供時代のこといっぱい思い出しましたし、えーまあ、父親にこういうことを言ってもらったなとかそういう話のことはいっぱいありましたね。うんうん、あえててそのののご自身の話も載せられたっていうのは この最初に英語で書かれたその本で、うん、なんか今までの日本と差別化しようとかそういう思いはあったんですかいや日本を差別化しようっていうのは全くなかったんですけどやっぱりアメリカそしてヨーロッパ中国とか他の国での本っていうのはやはりその著者の人となりみたいなものが出てこないないいと良くんですよねなまあそういう意味でそのこう自分がどういう人物なのかって分かるために、ええ、これを説明したって感じですかね。はあ で改めてなんですけれどケンさんにとってそのお金っていうものがどういう存在なのかっていうのも伺いたいんですけれど、うん、そうですね、まあ、僕もいろいろお金のことを研究してきて、えー、お金ってエネルギーなんですよね、えー、でその潮の満ち引きみたいなところもあってお金がザーッと入ってくるときの場ーはスーッと引くときもあるんですでそのずっと引いてる人もいないしずっといっぱい入ってくることがある人もいないんですよね,ね <laughs> その お金の使用の道引きの中に人生の学びっていっぱいあってそれに愛があったり憎しみがあったりその豊かさ意識があったり欠乏意識があったりするものなんですよ、はい、でそういったものを感じながら自分の人生を作っていくっていうのが、まあ、結局私たちの人生なわけですけど、うん、まあそれを、まあ、愛からやるのかあるいは欠乏意識からやるのかで全然違う生き方になるわけですよねで残念ながらその多くの人たちがアンハッピーマネーの方に えー、流れに属してるわけですよ、うん、でハッピーマネーっていうのはお金が入ってきた時に心から感謝できるようなお金うん、うん、使う時も楽しかったありがとうっていうふうに言えるようなお金がハッピーマネーなんです、えー、そういう意味から言うと、えー、私たちの多くがアンハッピーマネーの中にその埋もれてるというかななんでなんででしょうねそれはそれはやっぱりそのお金が生存していくってことに密接に関係するからなんですよね。えー、例えばその家賃がかかる,あるいは食べ物を 衣服、電気代とか光熱費とか全部お金がかかるんですよ。ってことはお金がないと生きていけないっていうふうにそのなんか無意識のうちに持ってるんです。うん、だからお金が必要だと。で十分なお金がないから将来が不安だというのは結局お金の不安じゃなくて人生の不安なんですよね。うん、人生のなんかうまくいかないかもしれないっていう恐れがお金に投影されてるだけなんです。えー、なのでこのお金に対する不安を解かないと。うん そのあるいは人生に対する不安を解かないと気持ちいいいお金の流れを作ることでできないんですじゃあそのお金あるいは人生の不安を解くと逆にハッピーマネーになるわけですか、うん、自分自身のそうです、ね、こう武田和彩さんがあのよく言ってましたけどそのお金が入ってきた時にありがとう、はい、お金が出ていく時もありがとうって言いなさいって。 今僕は英語では「ありがとうインありがとうアウト」って言ってるんですけどとにかくお金に対して来たら本当に感謝そして出ていく時も感謝っていうふうになったら私たちの心っていうのは一つのことにしかフォーカスできないから感謝ににフォーカスしてると同時に心配できないんですよねなので心配ばっかりしてると感謝できないで感謝ばっかりしてるとこの心配ができないということでまず感謝できなさいっていうのが武田和平さんの教えだったんです。 一般的にはお金ってありがとういいんですけど <coughs> 不安アウトですよね、はい、どちらかというと。うね、イライライイライラアウト。そのそこを両方ありがとうにするにはあのどうしたらいいんですかやっぱり人ってついつい不安がお金に対して乗ってしまったり、はい、ああなくなっちゃったらどうしようっていうのって大きいと思うんですけれど。はい それはだからお金がなくなっても人生が終わりじゃないってことを知らなくちゃダメなんですよ。はい。例えば今まで僕、億万長者にたくさん、あのー、インタビューしてきたんですけど、ノーマネーの状態になった億万長者たくさんいるんですよ。へ<ー>お金が一時的になくない状態。<ー>でも、億万長者になるような人って必ずそれを切り抜けてるんですよね。<ー>で誰か助けてくれる人がいたからですよ。<ー>ということは、人はお金にがな全くなくなる状態を恐れて、人生でリスクを取ってないんですよ。 6万兆者になる人たちはそんなもん恐れずにやってるから何回かそういういるんです、うん、あでもその時にそういう人たちは、うん、あのあお金の痛い思いがあるというその怖さでその後アウトの時に「ありがとう」じゃなくなるっていうことはなくなないんですか、うん、なぜかというと誰かがきっと助けてくれる道は開けるってことを知ってるからなんですよね。だから そうなったら怖いと思ってる人は、えー、その状況が怖すぎて、えー、そういうふうになる可能性を排除しようとするんですよ。えー、お金を使わないで貯めておこうとする人たちは<う>ノーマネーの状態だけ避けたいと思ってるんですよ。えー、でも億万長者になる人たちはノーマネーの状態になってて全然大丈夫だって。何回かそういうのを食うらないと金持ちになれないってことを知ってるんですよね。えー、で例えば僕はお金の不安がほとんどないのはなぜかというと。 あの、まあ、今、借金がゼロだから、そういうのは現実的には考えにくいんですけど、まあ、アメリカで訴えられて、ステンテになったとしましょうよ。で、そうしたら、その破産から学んだ17のこととか、<laughs> なんかそういうのを書くこともできるし、<laughs> はい、破産万歳、はいね、破産で学んで、破産して良かったこととか、破産した方があなたもきっと音楽良くなるとか、なんか適当なもんで、<laughs> 本田健破産シリーズスタートみたいなんで、<laughs> うん、ミリオン、ミリオンセラーみたいな形でやることもできるし、<laughs> はい、全国で、 あのあの破産した後どんだけ人生が変わったかっていうのを、うん、あの感謝する本だけの全国ツアー <laughs> そしてよかったらそれを寄付してくださいみたいな,なんかあなたの心を信じますみたいなんで箱を置いててもいいかもしれないし、うん、そう思って破産したら今までやったことないことをいろいろできるぞみたいな感じにもなりますしえー、じゃあ怖さよりも面白さの方がなんか僕の場合はなんか破産したら僕どういうふうにキャラが変わるんだろうって。 いうふうふに思ったりだとかね、えー、そういうふうなことを考えていくと逆に楽しくなっちゃういや普通だったらもう怖さの方が楽しっ,ってそう,、ね、そうそうそう、えー、だから結局だからお金がなくなるっていう状況を恐れてるんですけど、うん、僕はお金がなくなる状況を楽しみにしてるんですよ、えー、もしそれが起きたらね。えー、っていうことはそれを怖くないわけですよ。うん、で人間怖くあの怖い状態が減るともっともっと自由になれるんですよ。 なので、お金がなくなったり、パートナーがいなくなったり、家族がいなくなっても、そこからまた新しい人生も始まるわけでしょ。うん、でそういった考えたときには、いろんなことがあり得るわけで。でそういうふうに考えたら、お金があってもなくても面白い。そして、なんか、これから本当に面白い人生生生きるためにはどうするのか。まあ、こういう感覚でいると、多分、もっと心が変になりますし、お金を使うことに対するブロックも減るし。 あのお金を楽しく使ったり誰かのために使ってあげることがお金にとってもいいことだってことが分かってくるとお金がなかったとしてもお金が入ってきた時にありがとう出ていく時もありがとうって言える人は何百億も持ってるけどものすごくもう怖くなっちゃってお金が使えなくなったり<ー>お金のことで紛争したり裁判したりしてる人よりもよっぽど幸せですよね。 はい、あの今ふとそのお金を使っている時の感謝っていうので思ったんですけれど例えばスーパーとかで買い物する時、はい、そのやっぱり目に見えてお金を払ってありがとうっていう方が人ってやりやすいかなって思ったんですが、うんうん、クレジットカードよりは現金の方がそういう意味ではいいんですか、はい、それでででももいいですあクレジットカードでも払ううとにありが例えば今日 クレジットカードの引き下げがあった日ですけど僕の場合はものすごい普通の人の年収以上に引き下げが来るわけですよねでその時にすごい金額が引き下げるわけじゃないですか、はい、でそれにはいろんなものを払ってホテル代から飛行機代からいろんなサービスを受けてきたわけですよねいろんなものを買ったりとかそのお金に対して本当にありがとうって今日、えー、今まで助け,助けてもらったのを今日生産するわけですよね、はい、だからすごいもう今日は感謝の日なんですよ。 祝福の日なんです。その開けた時きに高っとか思わないですか？高って思うじゃなくて、ああこんなにも払う余裕があってよかったなって。で、それはたくさん今までお金を稼げてきてたくさんお金があって、そしてそこんだけのお金を払うことに対して、ああ全然その余裕で払えるっていうことに対する感謝でもあるんですよ。これは僕お金がなかった時からそうだったんです。えー、だからだから10日とか月末とかっていうのは、えー、僕にとっては感謝の日なんですよ。 その豊かさが流れてって次の人たちに豊かさを発信するわけでしょだから例えばその1000万とか3000万とかっていうのをお金を入金しなくちゃいけないときにその分だけ人を祝福できるわけだから だからすすごいい楽しい日なんですよそんなふうに思ってる人が果たしてじゃあどれだけいますでしょうか <laughs>、はい、っていうところです、ね、だからもらうよもらうのは別に自分が得するだけじゃないですか、うん、でもお金を払う時には何十人何百人何千人という人たちを幸せにしていくわけですよねでもそれお金ない時にもそういう感覚って難しいですよなかなか、はい、それはだからそう思ってるからですよ<ー>でもどっちみち払わなくちゃいけないわけだから <laughs> 税金とかも <laughs>、はいね、だから自分が払う税金とか引き落とされる あの税金がありますよね、うん、でその何百万とか何千万とかっていうお金が引きされになる時にだからその例えば公務員でいうと何年分の人たちの年収も払うわけでしょ、うん、でその人たちの家族もいるわけだから、うん、だから僕が税金を払うことで何十人の人たちが生活してるしでそしてそ,のそこからまで発生するお金のことを考えたら多分僕が動かしてるお金っていうのはあの例えば出版社で働いてる人とかも考えたら、うん 多分何千人の人のたちに影響を与えてると思工場で印刷工場で働いてる人たちは、うん、ユダヤ人大富豪の教えが100万部いったからみんなボーナスもらってるんですよ。そして製紙会社の人たちもそうでそうやって僕はお金を動かすことによってたくさんの人たちが豊かになってるってことを考えると僕は払うお金がものすごいたくさんの人たちを幸せにしてるってことですよね。だからお金が入ってくる時き出ていく時の方が楽しいんです。へー ていく時の方が楽しい。っていう感覚が本当に生まれたら。それが本当のハッピーマネーなんだなって。そう。だから入ってくる時も楽しい。はこんなにたくさん入ってくるのか。えー、で、僕の場合も世界中から入ってくるわけじゃないですか。世界中の人たちのありがとうが、形になって、エージェントから入ってくる。で、そして、今度僕、僕があの、お金を、その。払う時に寄付の時もあるわけですよね。はい、で、幼児虐待の防止のために寄付したりだとか、いろんな。 そういうい母子家庭のセンターに寄付したりだとかそういうお金のサイクルの中に入れ,れるっていうことに喜びを感じるん,ですよ、ね、ん僕はなんかそのブランド物買ったりとかするのはそんなにワクワクするわけじゃないですけどそういうその母子家庭の人たちが1年分生活できるとかねそういう方に僕は喜びを感じるタイプだからそういうことができるっていうのも本が売れたり。 たたくくささんセミヤーに来ててださっっりとかかいうのがあるからそれがでできるわけでその人たちの気持ちも受け取ってありがとうだしそのお金をまた流すっていう喜びっていうのは何て言うんでしょうねちょっと神様にプチプチ神様になったような誰かを幸せにする権利が手に入るわけだからそれお金がななかったらでできないことですもんねだからそれが僕はもっともっとお金持ちになっていく過程でもっともっと流れが起きると思うんですけどそのサイクルをどうやって回すのかっていう。 今はそんなにすごい金額を回せるわけじゃありませんけど多分10年後にはもっとすごい金額をあの回す器になってると思うんですよね。だからそうやって僕のお金も幸せなお金になるしそれを見た人が「あけんさんがああやってんだと俺もなりたい」と思ってくれると入ってきた時にありがとう出ていくる時にありがとうこのサイクルをやりましょうっていうことなんですよね。はい もう今のお話でもなんか十分ああってきっと聞いてる方もあの感じるものは多かったと思うんですが、はい、最後に改めてこの今回の「ハッピーマネー」を通して、はいうん、あるいはこの番組を聞いている方たちに研さんからこの「ハッピーマネー」に関するメッセージどんな思いがありますか、うんあのー、皆さんが今どういう経済状態か分かりませんけど皆さんが借金を抱えていてもちょっと貯金があってもすごい貯金があっても。 その,お金の流れはあると思うんですでその時にそのお金をもらった時にえこんだけっていうふうに不平不満で言ってわ払いたくないなこの税金っていうようなのはアンハッピーマネーなんですハッピーマネーっていうのはお金が入ってきた時にありがとう出ていく時にもありがとうこの気持ちでいけるかどうかってことなんですけどそれをやるためには、まあ、感謝が鍵なんですよね感謝できるかどうかでお金に対して感謝できるようになってくると人生全体に波及します なのででまずはお金かかららスタートししてみたらどうでしょうょ日本語版はフォレスト出版さんから発売されていて、えー、これがまた新聞その書店だけじゃなくて新聞とか電車広告とか、はい、こう大々的に展開されていくっていうふうに伺ったんですけれども、はいうん、今後どういう感じでこれはねできたら口コミでも広がっていってもらいたいなと思います。えー、自分が幸せなお金を作る そそしてその先にまた誰かがいるわけだから、はい、だから自分がまず幸せのお金を作り出すっていうことをやっていただきたいなと思います、はい、またこの「ハッピーマネー」の発売を記念しまして9月の7日には東京で、ね、県さんあの久しぶりなんですよね,そうですね講演会が行われまして、はい、また9月の8日には東京で1日セミナーそしてまたこの秋にはですね八ヶ岳での合宿セミナーの開催を予定していますので。 実際に研さんからそのハッピーマネーについて学びたいっていうふうに感じている方はぜひ、えー、足を運んでいただければと思うんですがそれぞれこれはどんな感じの内容になりそうでしょうかまあの。ハッピーマネーってこんなに楽しいよっていうのを分かってもらえるようなそういう時間にしたいと思います。い、えー、いろんな感情が出てきそそううでですすね。そうですね。ねまあお金は本、ね、当面白いし、 えー、もう爆笑するところとめっちゃ怒るところと泣くところがあるので <laughs> 盛りり上がりま,す、ね、はいえまだこのハッピーマネーを読んでいないという方はハッピーマネーの特設サイトから原稿の一部を無料でプレゼントしています。 ケンさんの英語版の紹介の動画ですとか、それから心のチキンスープシリーズの著者、ジャック・キャンフィールドさんや、男は火星から女は金星からやってきたの著者のジョン・グレイ博士など、様々なベストセラー作家の方たちからいただいたハッピーマネーに関する動画が字幕付きでご覧いただけますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ハッピーマネーの特設サイトは、本田健公式ホームページ、 もしくは、からご確認いただけます。本当にそうそうたる方たちがそのハッピーマネーについてそしてそれを書か,かれた検査についてもお話しされていて、はい、それを見るのもまたそれだけで見応えがありますよね。そうですすす。ね。ね<ー>すごいい楽ししみにしてます、はいえー、ということで今回は7月20日フォレスト出版から発売された検査の最新刊「一瞬で人生を変えるお金の秘密」。 ハッピーマネーの出版を記念して、リハケンの特別版としてお送りしました。ケンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。